ノートフードマーケットとは、ノートフェスを楽しめるフードやドリンクを紹介し合う投稿企画です。この動画ではノートで商品の魅力を発信しているショップに協力いただき、イベント中にぴったりな商品を紹介していただきます。今回は日本で唯一の有明海産の初摘み海苔専門店、沼田海苔さんです。1937年創業の、沼田海苔、4代目当主の沼田正一郎と申します。沼田海苔はもともと川崎で細々とやっていた、海苔屋さんを私や、兄弟も含めてみんなで、協力しながらリブランディングをしているになります。世界で唯一の九州有明海で採れた初摘みだけの専門店となっています。初摘み海苔というのは、ワインのボジョレーみたいに解禁があって、ここから1週間で摘み取った海苔が初摘みの海苔となった。歯ごたえ、歯切れ、香り、こういった美味しさの違いっていうのを楽しんでいただいているというブランドです。今回おうち時間を豊かにするというテーマで、沼田海苔さんの商品の中でも人気のうまみフレークシリーズから新商品を紹介していただきました。こちらの青混ぜプレミアムという新商品になります。うまみをちょい足しするだけで、なんかいつもと違う美味しさや幸せを感じてほしいなと、手軽に楽しめる沼田海苔しか作れないようなものを作ろうというので、料理家の樋口直哉さんと一緒に開発することにしました。まず海苔が青海苔混ざりの青混ぜという海苔を使っています。それ以外の商材としては塩昆布、そこに浅野家という熊本産の茶葉と熊本産のニコマルの玄米、こちらもちょっと贅沢に入れてます。アクセントとして入れているのが、鹿児島県の喜界島で採れたちょっと貴重な国産のごまになってます。ビーガンで動物性の食材から摂取しないという方にもご提案できるうまみフレークとなりました。やはり多様性というのもすごく大事なので、やっぱりいろんな方たちにちょっとした一振りでね、感じられる幸せっていうのを分けれたらいいなと思ってます。ご紹介いただいた初摘み海苔のうまみフレーク青混ぜプレミアムのこだわりは、ノートに記事を公開していただきました。今回のコラボ商品はノートを使っていることで生まれたそうです。一番最初に書いた、かっぱ橋に突如現れた謎の海苔屋っていうノートをツイートしてくださったりとか、周りの皆さんがすごくピックアップしてくださって、おかげさまでそのノートを見てお店に来るという方が増えました。一緒にうまみフレークを作る樋口さんもノートを見て来てくださってますし、このノートをきっかけにつながることができています。初摘み海苔のうまみフレークでぜひおうち時間を楽しんでください。